て。立てよ、父さん。その行いが報われる日まで進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。これは、お前が始めた物語だろう。これは、父さんが始めた物語だろう。いや、なんか、すっげえ長い夢を見てた気がするんだけど、なんだったっけ、思い出せねえな。エレン、どうして泣いてるの？泣いてるの、エレン。なんか、すっげえ長い夢を見ていた気がするんだけど。何か、長い夢を見てた気がする。今日はもう何もしないでゆっくりしてようぜ。でかい魚も釣れたことだし。ミコゾ、なんで泣いてんだ？え、なんでだろう。私は強い。あなたたちより強い。すごく強いので、私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる。例えば一人でも。怖い！私は強いので、いくらかかってこようと！ミカさん、あんたちょっと邪魔！エレンが巨人になって戦っていた時からずっと引っかかってたことがある。まだ考えがまとまってないけどやってやる。喋りながらでも考えろ。止まれ！ついに正体を現したな、化け物め。送るぞ。私は合図を送る。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。こちらが未だ巨人の力を有しているなら力を使って抵抗するでしょう。ですが銃口を向けられた今も無力なままであることは我々が人である何よりの証明です。君はパラディ島のエルディア人アルミン・アルレルト、進撃の巨人エレン・イェーガーを殺したものです。俺がこの世に生まれたからだ。この世界に生まれてきてくれたんだから。ですが私は死にたくありません。それは私がこの世に生まれてきてしまったからです。俺がこの世に生まれたからだ。ミカサやアルミン、みんなを救いたいならお前はこの力を
強いしなくてはならない。ミカサやアルミン、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。ミカサ、アルミン、誰のことだ。さあ、わからない。誰の記憶だろう。間違いねえ、断言できる。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。最低最悪の超悪い子。世界一悪い子なんだから。戦わなければ勝てない。戦え、戦え。諦めてたまるか。待ってろよ、ファルコ。ああ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。敵はどこにいる。そこ。